んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、悪口を言われた自分を励ますです。あなたは悪口を言われたことはありますか？面と向かっての悪口はあまりないかもしれませんが、ネットの世界を見ると中傷する人はたくさんいますね。特に首相は中傷される典型で、どんなに国民のために頑張って働いても、ちょっと気に入らないことがあれば国民はいくらでも遠慮なく中傷し、それを悪いことなどと思っていません。こんな状態ですから、お店や治療院など直接接客する仕事の方はどうしてもネットの中傷に敏感になりますね。中傷する人たちはなぜこんなに平気で中傷できるんでしょうか。ある意味、中傷する人たちは相手をあまりにも大物と思っているので、こんな中傷くらいでは相手が傷ついたりしないと思っているわけです。ですから時々中傷でタレントなどが自殺すると、そこで初めて相手も中傷で傷つくんだと分かるわけです。この人たちはそれくらい心が未成熟で、人の心が推し量れない状態なんです。その上、自分がそんな上の立場になるはずがないと思っているので、安心して中傷できます。それだけ小さな人たちだということです。これは私たちが子供の頃に親のことを悪く言っても親が傷つくなんて思わなかったのと同じです。当時は親がとてつもなく強い人に見えていたんです。大人になっても親に対して自分ばかり傷ついたと言い張り、親に対してはどんなことも言いたい放題という人たちがいます。この延長線上にいるというわけですね。もしこの中傷する人たちがネットの中ではなく実際にあなたのそばにいるならば、あなた自身も親に対してこのようなことをした可能性があります。しかし原因はどうあれ、まずは傷ついた自分を癒すことが必要ですので、ぜひこの誘導瞑想をやってみてくださいね。もう何もかも嫌になって鬱になったりする場合、心の一部が死んでしまっているんです。その自分に語りかけ復活させましょう。ではいつものように目を閉じて6歳の自分をイメージしましょう。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。あなたはすごく傷ついているんだね。一生懸命やったのに悪口を言われてショックなんだよね。だからもうやる気が出ないんだね。もう元気がなくなってしまったんだね。みんなのためにと仕事を頑張ってきたのにね。純粋に人に良かれと思ってやってきたのにね。どうしてその相手に中傷されるのって腹が立つよね。裏切られた気分だよね。もう怒りを通り越してがっかりで残念で何もやる気がなくなってしまったよね。そして死んでしまったんだね。かわいそうにね。頑張っても頑張っても最後には良い方向に行かないんだね。大人の自分はあなたの気持ちよくわかるよ。本当に失望したね。人のためにって仕事をしてきたけど何もする気がなくなるよね。苦しいね。辛いね。でもね、あなたの人生はまだまだ終わっていないよ。本当にあなたがすべきことはまだまだあるよ。一生懸命やったのにとも結果が出ないのはがっかりだけど、今まであなたがやってきたことは無駄ではないよ。あなたを
中傷する人たちだって10年後にはあなたの気持ちがわかるかもしれないよ。反省するかもしれないよ。だからあなたはちゃんとやったんだよ。頑張ったよね。だから大人の自分はあなたを心の底から褒めてあげたいんだよ。よくやったね。頑張ったね。人のためにと思ってできる限りのことをやったよね。あなたはよくやった。頑張ったんだよ。たとえ相手が小さなことで不満に思ってあなたを攻撃しても、そんなことであなたががっかりすることはないんだよ。そんな人は放っておきなさい。あなたを本当の意味で傷つけることなんかできないんだから。あんな人たちはアリみたいなものだと思いなさい。そしてもうそういう人に構わずに前に進みなさい。あなたの人生を生きなさい。自分を下に見て人のために何かをしたいという謙虚な気持ちはもう卒業しなさい。そうやって頭を低くしていても抽象はある。それより頭を高く上げて誇らしくしていなさい。そして自信を持って仕事をしなさい。今はその時だよ。あなたはちゃんと頑張ったんだからね。その方があなたにふさわしいよ。そして誰にも遠慮せず自分の夢を叶えなさい。本当にしたいことに向かいなさい。もっと上を目指しなさい。もっと優れた人たちの方に向かっていきなさい。あなたを裏切って中傷する人たちのためにあなたがこんなところで死んでしまうなんて絶対におかしいよね。だから前に進みなさい。大丈夫だよ。あなたにはもっと素晴らしいものが待っている。それは前進しなければ得られないんだよ。大人の自分はいつでもあなたのそばにいてあなたを守っているよ。倒れそうになってもあなたを支えているよ。あなたは一人じゃないよ。だから一緒に進もうね。あなたをとても大切に思っているよ。